らっしゃいませ。来てくれたんですね。手土産の一つでも持って帰ろう。空気重いですね。バンシーのことみんな知らないわけじゃないだろうし、レフィーア以外話題を触れる人がいないわ。やっぱりこういうの良くないって。ていうかなんかやだね。リネ、女同士で手っ取り早く盛り上がれる話題とかってない？私ですか？恋愛話とかでしょうか。じゃあ恋愛話しよう。ねえねえ、フィルビスの好きな人って誰？何を一体。初対面の相手にいきなり消そうな人物を聞くのか、アマゾネス。いいじゃん。仲良くなるために恋愛話しようよ。すごいですティオナさん。私はフィルビスさんに口を聞いてもらうまであんなに苦労したのに。ティオナはすごい。面倒な私にもいつも話しかけてくれた。引きずってる。フィルビスさんが打ち解けるように私も恋愛話に参加します。フィルビスさんがよく一緒にいるお相手というと、ディオニソス様ですか？レフィア。神様が相手か。まあ人格者のファミリアだったらよくある話じゃない？そうなの？まあ、あいつはそういうの無縁っぽいわね。おとぎ話なんかでは精霊がお相手というのもよくありますし、乙女の憧れ的な部分も。何の話をしてるんだお前たちは。練習台にもならないわ。瞳はいろんなことを教えてくれる。戦闘には不向きでは。瞳はいろんなことを教えてくれる。そういうお前たちはどうなんだ。人を問いただす前に自分たちのことを言え。私は団長よ。私はね、気になってる男とかはよくわかんないけど、応援してる冒険者くんならいるよ。へへへ。私は団長よ。私は別にそういう人は。あ、でも憧れている人はいますけど。私は団長よ。ディオネ、うるさい。この流れはまさかアイズさんにも。それじゃあアイズは来たー。別にそういう人は。ちょっとくらい気になったっていう相手くらいならいるでしょ。ほらほら。ナイスです、ティオネさん。私は。アイズさんは？何を百面相してるんだ、レフィーア。
やっぱりいないかな。レフィーヨ！ティオネにとってのフィンみたいな人は私にはいないと思う。それは私たちにもいないし、できないわよ。戦闘には不向きだわ。絶対役を始めよう。じゃあさ、じゃあさ、アキはよく一緒にいるラウルとかないない、今はまだね。そうなの。じゃあ次リーネは。私はベートさんが。はあ、嘘でしょリーネ。リーネ絶対に趣味悪いよ。前の遠征の時に弱い奴らに関わるだけ時間の無駄とか、あのバカ狼に言われてたじゃん。確かにそうは言われましたけど、あの人は私たちが嫌いで言ってるわけじゃないですから。ん？ベートさんはそのかっこいいですし、それに優しい人だと思います。ないない、絶対ない。私は絶対に反対するからね、リーネ。本当にカマビスしいファミリアだな、お前たちの派閥は。風邪かい、ベート。んなわけねえだろ、フィン。どっかの雑魚がくだらねえ陰口でも叩いてるんだろうぜ。そういう団長はなんだかさっきから震えてないすか。いや、なぜかはわからないけど、ずっと寒気が止まらなくてね。またティオネあたりが暴れとるような気がするの。アキたちにダイダロス通りは任せて、自分たちはこっちを調べてるわけっすけど、今のところ見事に何もないっすね。神ニョルズが例の男と出会ったのは確かにこの地下水路とは聞いているが、それも5年以上も前の話じゃろう。ああ、少なくともまともな手がかりは残ってはいないだろうね。ここはベートとロキが一度調べてるし、アイズたちがパントリーの事件に巻き込まれていた時、僕やティオネたちも調査してる。食人家とは何匹か遭遇したけど、それだけだった。分かってんならどうしてきた、フィン。人とモンスターを探す場合じゃやり方は変わってくる。あと今回はダイダロス通り、都市南東の地下を重点的に調べるつもりだ。ただでさえ広大だった調査範囲が限定できれば、何かしらの痕跡が見つかるかもしれない。ったく、めんどくせえ。ベート、どうした？このくせえ匂い、食人家だ。この先は旧式の地下水路か。ラウル、隊列を組み直せ。はいっす。これは隠し階段。なあ、普
蓋が開けられておるな。この大きさなら食人かも通れる。前は影も形も見当たらなかったってのに、あっさり見つかりやがった。気なくせえ。進むぞ。全員警戒を怠るな。でかい金属の扉は、この輝き、まさかオリハルコンか。門をくぐる者、一切の希望を捨てよといったところかな。帰ったか。今日も張り切っていこうね。力を貸してくれない、バルカちゃん。邪魔をしないでくれ、タネです。時間がない。こうしてあなたと話している暇さえ欲しい。分かってくれ、タナトス。永遠を生きられない私たちの苦悩を、作品の完成には未だ。それがさ、いよいよロキファミリアがここまで迫ってきているみたいでさ。ずーっと嗅ぎ回られていると不都合なこともあってさ、なんとかしないと資金繰りもうまく進められなくなるかもしれない。俺としてはここに招待して安らかな闇と添い遂げてほしいと思って。このままじゃご先祖様の迷宮作れなくなるかも。何をすればいい？使いたい仕掛けがあるんだけど、あれバルカちゃんたちにしか扱えないでしょ。ちょっと前に出てきてよ。我々の作品に傷をつけるつもりか、タナトス。俺たちが一網打尽になったら元も子もないじゃん。何のために用意してきたかって聞かれたら、こういう時のためでしょ。違う？時が来たら呼んでくれ。無礼ないな、バルカちゃん。これがフィンたちが見つけたオリハルコンの門。でっか。すっごいね。どうやって作ったんだろう。オリハルコンってダンジョンで取れるアダマンタイトより硬いんでしょ。なあ、デュランダルのスペリオルズを作成する上で欠かせない素材じゃ。文字通り最高金属じゃな。私のデスペレートと同じ。オリハルコンでできてる以上、扉の破壊は不可能っていうことね。こんな決体な玄関を準備しとるんや。ここが連中のアジトで間違いなさそうやな。ああ、地図上で照らし合わせてみても、間違いなくこの隠し通路はダイダロス通りともつながっている。ロキの読み通りだったな。それにしても、団長やガレスはともかく、ベートたちに先を越されたのって
なんかシャクっていうか不甲斐ないわね。気にする必要はないさ。僕たちもまるでおびき出されるように発見したからね。見つけてくださいと言わんばかりに隠し階段の入り口が開いておった。食人家の匂いを残したおまけ付きでの。つまり罠ですか。扉が勝手に。フィン。ああ、見えた。仮面の人物、間違いない。扉を開けてくれたのはあのクリーチャーのようだ。あの一瞬でよう見えたな。うちは全然わからんかったわ。ベート、クルス、内部に侵入して偵察に向かえ。ただし深入りはするな。すぐに戻ってくるんだ。食らい尽くす。瞳はいろんなことを教えてくれる。戦闘には不向きだ。任せる。出たな。任せる。祈りが通じたか。戻りました。内部の入り口付近には人影も食人家も見当たりません。ですがしばらく進んだ先で道が複雑に分かれていて、まるで迷路のように、いえダンジョンのようでした。ですか。もしかしてここもダイダロス通りのように。これからどうするっすか。オリハルコンの扉をどうにかする手間が省けたじゃん。これで中に行けるよ。でも絶対に罠よ。連中から招いてくれてるんだから誘いに乗ればいいじゃない。小細工ごと叩き潰せばいいのよ。確かにここまで来て手をこまねくのもおかしな話ですが、それが本当なら由々しき事態だわ。結論から言えば行くしかない。敵の狙いがデミスピリットを召喚することである以上、我々に時間はないのだから。あれが地上に出現することになれば、オラリオは火の海と勝つだろう。リベリアの言う通りだ。敵の本陣に迫った。それは間違いない。たとえ罠が待ち受けていたとしても、突入の先延ばしは状況の悪化を招くのみ。踏み込む以外の選択肢はない。薄いているな。ロキ。嫌な感じがすんな。確かに。ま、いかなならんのやけど、好きにやっていい。舞台の編成はフィンに任せる。フィン、ザコは置いていこうぜ。
足で待てよはいらねえ。邪魔だ。ちょっとデート、私たちファミリアなんだから、いい加減そういう言い方やめなって。サポーターの支援もなしに突っ込んで、あんたや私たちがどれくらい力を発揮できるのよ。一応ここダンジョンもどきなんでしょ。武器やアイテムがなくなったとか言って騒がないでよね。やれやれ、ベートのやつ少しは言い方を丸くできんのか。今さらだろう。ティオネの言う通り、サポーターは連れていく。前衛と後衛、そして治療班、僕とガレスが率いてアタックする。リベリアはここで待機、周辺の隠し通路の情報を収集しつつ、ロキやアリシアたちと一緒に待っていてくれ。わかった。武器が足りてるぞ。マッピングができるやつを分担しろ。レフィーア、お前も行くのか。フィルビスさん、はい、私もパーティーに組み込まれたので。あのウェアウルフと意見が重なるのは尺だが、私も嫌な予感がする。ここにはダンジョンとも違う何かがあるような。フィルビスさん、心配してくれてありがとうございます。それでも私は行きます。アイザさんはみんなを助けたいから。そうか、なら私も行く。お前を守ろう。ありがとうございます、フィルビスさん。とっても心強いです。ああ、うひょー、エルフ二人のゆりゆりな組み合わせ、ごちそうさまや。ええなあ、やっぱり。何がええんじゃ、まったく。それより良かったのか、よそのエルフの同行を許して。ま、24階層の時も力貸してもらったしな。それにさっき軽く問い詰めてみたけど、どうもディオヌソスの指示やなくて独断で動いとるっぽいんや。本人はあのキザ男の指示とは言うとるがな。私はレフィーヤを守りたいのです。うちの前で宣言しよった。嘘は言うとらん。あのエルフはほんまにレフィーヤのナイト様や。慣れたつもりでいたが、エルフどもの気まじめさはやはりドワーフのわしにはむずがゆくてたまらんの。そこがいいんやんか。お、そや、おい、ラル。え、自分っすか。自分や自分。おい、これなんすか、これ。っていうか、なんだかほんのりとめちゃくちゃ臭いような。フィンラとチゴテ、ラウルはまだちょっち情けないからな。うちの愛を込めたお守りや。情けない自分を卒業できるように頑張るっす。準備はいいか。では総員突入。おのおの油断なさらないよう。敵のアジトだと思って乗り込んでみたら、本当にまんまダンジョンじゃない。城塞なんかは敵
の侵攻に備えて得てして楽には進めない作りになってるって聞きますけど、さすがにこれは度が過ぎますね。複雑さはダイダロス通り並み。誰が何を考えてこんなものを作ったんだか。どう？ラウル？あ、いや、モンスターだと思ったらただの彫像だったっす。もう何やってるのよ。これは植物のレリーフ？モンスターの彫像だったり、なんだかモチーフがバラバラですね。食人家に関係してる連中がここを作ったってことじゃない？そうだとしても、この迷路なんていうか、そのダンジョンより冷たい感じがします。確かにね、ダンジョンより無機質っていうか、息苦しい閉塞感みたいなものがある。出たな。好きにしろ。未開拓領域なんかもそうだけどさ、マッピングされてないダンジョンってちょっと緊張するよね。迷子になったら出口どころか右も左もわからなくなるし。うん、ダンジョンで一番なっちゃいけない状態。山腹の洞窟なんぞには通り風が吹いておることが多い上、それを目印にすることはできるんじゃがな。どういうこと？外と中で温度差で気流が生じ、洞窟内を風が行き来、まあ出入り口から風が吸い寄せられていると考えておけ。つまり風が吹く方か吹いてくる方に進めば、行き止まりに出くわさんということだ。お、なるほど。ちょっとは頭を使いなさいよ。ん？進路が限定されておるな。オリハルコンの扉、通路はいくつもあるのに通れなくなってる。進める道は二つだけ。誘導されてるってこと？でも大丈夫でしょ。いざとなったら壁を壊して進めばいいし。いや、それも難しいの。え？これってもしかしてアダマンタイト？うん、外見こそ石板で覆っているが、おそらく通路全体がこのレアメタルで作られておる。わしやお主あたりなら壊せんこともないじゃろうが、まあ現実的ではないの。オリハルコにアダマンタイトって、なんかここヤバくない？ずっとヤバそうって自分たち言ってたっす。このアホみてえな迷宮を作るために連中はメレンを巻き込んで金の荒稼ぎをしてたってことか。理解できねえね。数年足らずで気づけるものじゃない。それこそ何十年、いやもっと年月をかけて。どうやらなかなか規格外のものを作っていたようだね、イビリスの残党は。オリハルコンの扉にアダマンタイトの壁、脱出も侵入も困難。でもなんだろう、アジトにしては
何か。練習台にもならないわ。てやっ、団長、こちら側の道の先に階段があります。下へと続いているようです。逆の道も同じです。待ち構えている敵の気配はありません。やはり分岐か。どうする、フィン。二手に分かれる。どの道この大所帯じゃ襲われたらろくな戦闘もできないしね。右の通路はガレスとアイズ、ティオナ、ティオネを中心に、左には僕とベート、レフィアとマイナデスを中心に部隊を組む。団長、どうして私たちが離れ離れになるんですか？単純に戦力のバランスさ。ガレスの方に第一級冒険者を偏らせた方がいい。団長。それにガレスの部隊にティオネがいてくれることで僕から憂慮はなくなる。この配置は君を信頼しているからこそなんだ。団長。ちょろすぎんだろ。もう様式日になってきたような。じゃあ、あとは頼んだ、ガレス。おう、フィン、くれぐれも足元を救われるなよ。ああ、肝に銘じておくよ。練習台にもならないわ。絶対役を走るよ。なんだ、クソイケメンお兄さんに褒めてもらいたい。